タロン・ジャマールーは、アメリカ合衆国ミズーリ州メキシコ出身の元バスケットボール選手。NBA で11シーズンプレー。元クリーブランド・キャバリアーズのヘッドコーチで現在、ロサンゼルス・クリッパーズのヘッドコーチを務めている。ネブラスカ大学で3年間プレー後2998年の NBA ドラフトにアーリー・エントリーし、デンバー・ナゲッツに23位で指名された直後に、 ロサンゼルスレイカーズとの間でニックバンエクセルとの交換トレードが成立。レイカーズからルーの選手生活がスタートした。しかしルーは学生時代から膝を痛めていたこともあり、ルーはほとんど出場機会がなかった。そんなルーが脚光を浴びたのが2001年の NBA ファイナル。レギュラーシーズンでさえ35試合の出場に終わったルーだったが、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズとの対戦となった第一戦。試合終盤からフィル・ジャクソン HC は、ルーをアレン・アイバーソンのマンマークにつかせることに。するとアイバーソンは、ルーの密着ディフェンスに手を焼いた。第一戦は、敗れたものの、レイカーズは、セブンティー・シクサーズのリズムを狂わせることに成功。その後レイカーズは4連勝し、優勝した。 しかし、ルーは、同シーズン前に、ルーキー契約の最終年の契約を破棄されていた、ために、FA となり、ワシントン・ウィザーズに移籍。これを皮切りにルーは、あらゆるチームを渡り歩くジャーニーマンに落ち着き、2009年に引退した。2009年から、ドックリバースの下で、コーチ歴を開始。ボストンセルティックスで、アシスタントコーチを務め、2013から14。 シーズンはロサンゼルスクリッパーズのアシスタントコーチを務めた後、2014年からクリーブランドキャバリアーズのトップアシスタントコーチに就任。2015年5月10日のプレイオフセミファイナルのシカゴブルズ戦の第4戦では、第4クォーター終了間際にタイムアウトを使い果たしたことを忘れて、タイムアウトを取ろうとしたデビッド・ブラッド HC を体を張って制止し、直後に レブロン・ジェームズの決勝オブザービーターシュートを呼び込んだ。2016年1月22日、ブラッド HC の解雇に伴い、HC に昇格した。難しい局面からチームを2年連続で NBA ファイナルに導き、ゴールデンステート・ウォリアーズとの再戦では1勝3敗まで追い詰められたものの、3連勝で奇跡的なカムバックでキャバリアーズに初の NBA チャンピオンをもたらした。 その後も2年連続で NBA ファイナルに進出するも、いずれもゴールデンステートウォリアーズ相手に敗戦。2018から19シーズン開幕前に FA となったレブロン・ジェームズがロサンゼルス・レイカーズに移籍すると、キャブスは開幕から6連敗特戦を強いられる。コビー・アルトマン GM は成績不振を理由に10月28日にティロン・ルーの HC 解任を発表した。 ありがとうございます。